レディング FC はイングランドレディングを本拠地とするサッカークラブチーム1871年設立。1998年に当時のオーナーの名を冠したマディスキースタジアムにホームスタジアムを新築移転した。2006から07シーズンにはプレミアリーグへ設立以来135年目にして初の昇格、残留を果たした。愛称はロイヤルズといい。 ロイヤルとは王室という意味である。クラブのマスコットはキングズリーロイヤルと呼ばれるライオンである。マデースキースタジアム1920年に3部リーグに加入、時折2部へ昇格したり、4部に降格したが、ほとんどのシーズンを3部で過ごした。1926-27シーズンに FA カップの準決勝へ進出した。試合はカーディフシティに敗れたが、 現在までの FA カップの最高成績である。2005から06シーズンの2部リーグ優勝時に出した46戦31勝13分2敗99得点32失点、勝ち点106という数字はこれまでのイングランドリーグ史上最高記録である。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた 代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。